十日町市上野。ここから世界に羽ばたこうとするファッションブランドがあります。こんにちは、杉浦光義です。よろしくお願いします。光義デザインスタジオの代表でデザイナーの杉浦光義さん、着物をリメイクして洋服を仕立てる事業に取り組んでいます。これ留め袖から作った衣装ですね。であえて前にボタンもつけていなくって、本当だったら着物って右前じゃないといけないと思うんですけど、やっぱりそのファッションって私は自由なものだと思っているので、もう好きなように着崩していただきたいな。東京でハイブランドのテーラーとして働いていた光義さん、結婚後妻の実家がある十日町市に移住し、家庭に眠る着物の存在を知りました。家にお母さんのとかおばあちゃんのものとかはあるのは知ってるんですけど、ちょっと面倒くさいなって思ってでもやっぱり綺麗なので柄も色もいつかは着たいなって思いつつ、十日町市は日本有数の着物の産地として知られています。しかし織物産業の市場は全国的に縮小傾向で、日本では毎年1兆円相当の着物が廃棄されていると言われています。その課題に光義さんは取り組んでいます。こうやってなんかお母さんからもらった思いのある着物で僕はすごく大事にしたいなと思っていて、やっぱり着物として着るのは気軽に着られないけど、ワンピースだったらお母さんからもらった着物着たいなっていう人が増えたら、オーダーメイドでも受けたまっていこうかなっていう思いでは今いますね。捨てられてしまう古い着物にもう一度息を吹き込む、思い描く未来があります。この十日町のみんながもっと着物とか和装を楽しんでくれる町になったらいいなとは思ってます。光義デザインスタジオのメンバーは現在6人。ブランドを支える一人、デザイナーのよっこさん、ここでレディースとキッズの担当です。チェックして、着物の幅があったり、うん、柄の天地があったりするので、どこにどの柄を持っていこうかっていうのが本当に悩むところで、長年着物をリメイクする市民活動を続けていましたが、光義さんとの出会いで新たな刺激を受けています。コンセプトを決めてまして、なので今回ちょっとロックなワイルドな感じの新作ですね。昔ワルやってたけどみたいな雰囲気とかねおっしゃるんですよ。んって頭の中がね、わけわかんなくなるほどグリングリンしてるんですけど、こうだってなった時がすごくやりがいがあって面白いですよ ね、 そうですね。新しく生まれ変わった着物はファッションショーでお披露目されます。モデルを務めるのは市民の皆さん。この日は半月後に迫ったファッションショーに向けて宣伝用の写真撮影に臨んでいました。私たちの専属モデルがいまして、このファッションブランドのビジュアルをいつも飾ってくれるんですけど、彼女は私たちのブランドのミューズですね。こんなモデルも。私今年41になるんですけど、この年になってモデルやるなんて想像もつかなかった。彼が見せてくれる景色って僕らがこう想像もつかないんだ、そこにただただ応えたいっていうのと、それをやってるともうとにかく楽しいんで。ファッションブランドを立ち上げて1年、仲間と囲む食卓で大きな夢が膨らんでいました。直近の目標がパリコレをやることなんですよ。パリでファッションショーをやることなんです。ファッションブランドっていうよりも着物文化を盛り上げるそのチームとして出たいと思ってる。
パリに一緒に行きたいんです。イエーイ。迎えたファッションショー当日、十日町市の内外から集まった40人がランウェイを歩きます。歴史のある着物をこんな風に素敵にドレスにしていただいて着せていただけたことがすごい嬉しくて、十日町雪祭り盛り上がっていきましょう。雪どテーマはロック。メイクや表情もクールに決めています。センスあふれる装いに熱い視線が注がれていました。自分もやったらこんなに素敵になれるのかなって夢が湧きましたよ。やれていいわよ。ちょっと緊張したけど。本当うまくできましたか？はい。自分では100点満点だと思います。こう感動しました。みんなのファッションショーを見てて、普段着ないような衣装に身を包むと自分にも自信が湧いてきますし、気持ちがワクワクする、そういうファッションの力。僕も本当に心から信じてます。日本の美しいものを世界のたくさんの人に見てもらいたいと思ってます。海外でのショーも夢見て、光吉さんの挑戦は続きます。